Hello, my friend. 大家好。みなさん、こんにちは。刺繍と猫と旅の京子です。今日も刺繍をしながら雑談していきたいと思います。テーマは、ドラゴンフルーツを食べ過ぎたらこうなったというお話をしたいと思います。みなさん、ドラゴンフルーツはご存知でしょうか？南国の国ではよく食べられているフルーツなんですけども、私は最近知ったんですけども、これはサボテンなんですね。実際にドラゴンフルーツがなっているところってそういえば見たことなかったんですけども、この間初めて見ました。写真をシェアしたいと思います。これですね。中身が白いものとピンクのものがあります。味は本当にさっぱりしていて、甘みはあまりないんですけども、ピンクの方が少し甘みが強いかなと思います。台湾で暮らしていた時に一時期ハマりまして、毎日ドラゴンフルーツを食べてたんですね。特に赤い方が好きで、朝食べて、夜も食べてという生活を数日続けまして、ある日っていうことがあったんですけども、あ、もしお食事中だったらごめんなさい。トイレに行きまして、水を流そうと思った時に便器の中を見てもうびっくりしたんですね。私どうしたの、死んじゃうのっていうぐらい、赤くなってまして、ちょっとしばらく呆然としたんですけども、全く調子も悪くなくてですね、どうした、何食べたと思っていろいろ考えてネットで検索してみたんですね。最近毎日のように食べてるものといえばドラゴンフルーツ。それでネット検索したら、食べ過ぎるとそういう色になるんだそうです。いや、もう本当にびっくりして、でこれを台湾人の友達にも教えたんですけども、みんなまあほとんどの人が知っていたっていうか、そうだよっていう風に言ってくれて、あ、本当に病気とかじゃなくてよかったなと思ったんですけども、やっぱり知らない人もいるみたいで、病院に行く方もいるそうです。旅行中に食べ過ぎるほどにはならないかもしれないんですけども、食べるとそういうことがあるというお話でした。まあ何でも食べ過ぎは良くないということでしょうかね。経験して初めて知ることってまだまだたくさんあるなと思います。皆さんもなんかついつい美味しくて食べ過ぎちゃったなんていう食べ物ありませんか？よかったら教えてください。